フランシス・エリザベース・アレンは、アメリカの計算機科学者で、コンパイラー最適化の分野における第一人者である。通称は、フラン・アレン。コンパイラやコード最適化、および並列化における発展的な業績を残している。アメリカ国家安全保障局にて、プログラミング言語やセキュリティに関する、インテリジェンス関連の仕事もしていた。女性初の IBM フェローであり、2006年には、 女性として初めてチューリング賞を受賞している。アレンはニューヨーク州ペルーの農家で生まれ育ち、1954年にニューヨーク州立市販学校で数学の学士号を取得した。彼女は1957年にミシガン大学で数学の修士号を取得し、ニューヨーク州ペルーの学校で教師となった。1957年7月15日、彼女は IBM に入社する。 IBM に勤めるのは学費ローンを返済するまでの予定であったが最終的に45年間を IBM で過ごすこととなった。フラン・アレンの業績はコンパイラの研究と実装に多大な影響を及ぼした。単独またはジョン・コックと共同で様々な抽象化、アルゴリズム、実装を導入し自動プログラム最適化技術の土台を築いた。 1966年の論文、プログラムオプティミゼーションは、コンピュータプログラムの体系的分析と変換のための概念的基盤をもたらした。鍵となる先進点は、コンパイラ内部におけるプログラムの内部表現をソースコードそのままに文が直列したものとするのではなく、グラフ構造によるものとすることで、自動的かつ効率的に関係を引き出し、 最適化可能な箇所を識別するものとしたことである。1970年の論文コントロールフロー、アナリシスと A ベーシス法、プログラムオプティミゼーションでは、効率的で効果的なデータフロー分析と最適化におけるインターバルズの概念を確立。1971年のコックと共同の論文、A カタログオブアプテマイシングトラファーメーションスでは、最適化変換について、 初の体系的記述を行っている。1973年と1974年の論文では手続き間のデータフロー分析をプログラム全体の分析に拡張した。1976年のコックとの共同論文では今日の最適化コンパイラでも使われている2つの分析戦略を記述している。アレンは自身の手法を IBM、この仕事により 現代的なマシンや言語から独立したオプティマイザーの構造と実現可能性を確かなものとした。その後、フォートランプログラムの自動並列実行のプロジェクト、プトランを立ち上げ、指揮。プトランチームは新たな並列性検出方式を開発し、プログラム依存グラフの概念を生み出し、それが後の多くの並列化コンパイラで使われている。アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリー。 サイテーションフォーザー AM チューリングアワード2006-2002年に IBM を退職。IBM コミュニティにおけるアレンの影響としては、1989年に彼女が IBM フェローに任命されたことが挙げられる。IBM フェローに女性が任命されたのは初めてのことであった。彼女はまた IBM アカデミーの代表でもあった。2007年には、 アレンの栄誉を記念して IBM 博士号フェローシップ賞が設けられた。2020年8月4日、自身の誕生日にこの世を去った。88歳没。アレンは IEEE、e、ソシエーション t コンピューティングマシーナリーコンピュータ歴史博物館アメリカ芸術科学アカデミーのフェローである。また、全米技術アカデミーの会員である。また、いくつかの大学から 名誉博士号を授与されている。ありがとうございます。